キャスト。はい、皆さんこんばんは。クリームノイズケーキポッドキャストです。はい、ザ・グッドアースト天です。よろしくお願いします。お願いします。いや、もう6月も終わりですよ。もう7月ですよ。7月入りましたね。やばいよ、もう1年の半分が終わってしまってますよ。確かにもう2023年は上半期終わりかも。終わりだよ、やばいよね。まあ、ちなみにあれなんですよね、これ実は収録日が1日いつもよりずれてまして、うん、あの実はあの俺がネットを止められるっていう、そう、あの36年生きてきて初めてかな。あ、初めて、一応初めてかな、初めての経験をしまして、まあ、確かに。何があったかというと、あの大体あれじゃん、毎月払うじゃん、うん、であれじゃん、僕たち不安定ぞさ、うん、あの引き落としにしちゃうと困るわけですね。そうですね。あの毎月同じ額が入る口座を持ってないから、そう、まあまあ絶対ね、あの普通にサラリーマンしてる人はもう絶対に引き落としの方が楽で面倒くさくなくていいはずなんだけど、そうじゃない人もいる。どうしてもあの収入がない月があったりするから、そうそう、本当あの2週間待てばめっちゃ入ってくるとかね。いや、リアルね、あの明後日払います、明後日払いますって本当にあるから、そうそうそう、本当そうなんですよね。っていうのがあるから、そう、毎月こうね、あのちゃんとコンビニとか郵便局で払ってたんだけど、うん、あの4月分の支払いを忘れててさ、うん、で督促が来てたんだけど、うん、あの督促と5月分の支払いが一緒に来てたのね。あ、はいはい、で督促分で手数料200円で違ったんだけど俺気づかなくて、うん、あ、これ5月分の払いだと思って5月分の支払いの方を払っちゃったの、うんうん、で払った10日後になぜかのメール届かなくなり始めて、うん、はいはい、で俺これ仕事のメインのアカウントだったから、このプロバイダーのメールが、はいはい、え、メール届かないみたいな、うん、でログインもできないの、要は。ああ、そうですね。で、おい、やばい、どうしようみたいな、うん、うわ、メールなんか変になったら電話かけなきゃと思ったら今度ネット見れなくなるのね、うん、で、じゃあ、 あのネット見れなくなるとどうなるって分かりやすく携帯でしかネット見れなくなるけど、まあそうそうそう、確かにそうですね。もうあれじゃん、俺たち終わりじゃんこれ。うん、そうだって、まあ、だって携帯使うとも、ね、まあ、みんなそうかもしれないですけど、だってそのネットの Wi-Fi でね、そう、もう見てますから。てかあれじゃん、もうでかいデータのやり取りとか一切できないわけ。まあそうかそうか、確かに。いや、だからさ、本当に恥ずかしかったのがさ、あの、うん、その日打ち合わせっていうか作業に行ってて、うん、でまあ一応オールアップじゃないけど一応これでとりあえず上がりでってなったの、うん、でその時に、あ、じゃあデータ送りますねってなってたんだけど、なんかそこのネットがあんまり調子よくなくて、その出先の、うん、あ、じゃあ帰ってから送りますよみたいな、うん、話してたの、うん、でさっき言ったら帰ったら止まってんじゃん。あ、まあそうですよね。だからそうか、でってね、そう、大急ぎで出先にでメールも送れないからパソコンから。そうか、彼って携帯のテザリングだと、ああいうね、で動画のやり取りとか動画とか作ってるから、いや無理だよ、やっぱ10ギガ近かったりするともう一発でね止まっちゃうから、ね、ですもんね。そう、だからしょうがないから携帯のメールでパソコンのメールを立ち上げてさ、うん、で、あの携帯のアドレスと LINE しかないから、そうなると、うん、はいはい、あの LINE を使って、 LINE で申し訳ないんですけどみたいな。あの今ちょっとネット止まっちゃったんで送れないんで、うん、みたいな。で、あのツイッターのさ、あの、なんだろう、固定ツイートに、すいません、うん、今、ネット死んでますみたいなツイートつけて、ああ、はいはい。なんかあったら DM してくださいって言ったら DM 来て、あの、送れないですかみたいに来て、それで、うん、あの、今すぐ開通する、今、あの、明日朝一で払うんで、みたいな、になっちゃってさ。まあ、そうですよね。なんか、まあ、なんか、逆になんか、今、当たり前すぎてね、やっぱ、止まるとめっちゃ困りますよね。いや、だから、本当にインフラだなってのを改めて感じたからね。うん。いや、だから、何も考えてないでやってんじゃん、ネットなんてもうさ。いや、そう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 ですね。そうだから、あの自分が毎日家の Wi-Fi でどれぐらいネットを使ってるかみたいなのをさ、うん、考えてなかったから、一応その緊急対応や何やらでこう家のさ普通の 4G の携帯でやってんじゃん、うんうん、で今っていうのは通信制限ってものがあるけど携帯電話は、はい、確かね7ギガぐらい残ったと思うの容量がね、うん、あのデータ容量が、うん、もう気づいたらなんか2ギガぐらいになってて、そう、あっという間ですよね。やばってなって大急ぎで、あ、もうネット見るのやめようみたいな、うん、でまあなんかカスタマーに電話して、うん、なんか俺払えてないですかってさっき言ったその、あ、4月分払ってないですよみたいな、うん、5月分だけ振り込まれてますねみたいに言われて、うん、あ、じゃあ払います払いますみたいな、その日のうちかな、その日の午前中に郵便局で支払って、うん、でまあなんかこれ会社によるんだっけな、会社によるらしいんだけど、うん、うちはなんか一応8時間後に多分復帰しますみたいに言われて、うん、だから一応全部その取引先じゃないけどその相手にあの8時間後ぐらいに送信しますみたいな、全部送ってみたいな。まあ、それも8時間ですからね。あいつネット止まったんだみたいな。うん、そう。8時間ってリアルに時間があるなみたいな。うん、そうそう。だからそれこそもうあの携帯の方も速度制限かかっちゃって、そう。
だったらもう本当一日何もできないとかね。そう、やばい積んだみたいな。仕事できなかったよ。そう、いや仕事になんねえなってのはまさにこういうことです。うん。最悪あのなんかノマドでスタバとかに Wi-Fi 取る。ああそうですね。あ最初それも言ったのよ、なんかあなんならあのスタバとか Mac でやりましょうかみたいな言ったんだけど、うん、そういったら別に急いでないからいいよみたいになったんだけど。うん。そういやマジでテンパったね。いやそうですね。だってまあ。最近テレビとかラジオとか、なんかあれじゃん、娯楽みたいなやつ。まあ本もそうだけど、はいはいはい、まあ、今全部スマホとか、ね、Wi-Fi で見てるじゃないですか。パソコンとか。いや、そう。そして改めてやっぱ無料じゃねえんだなってことだよね。そうですね。みんなさ、無料だと思うじゃん。Twitter とかも含めてみんな無料だと思ってるけど、うん、そもそも繋ぐのにお金かかってるよねっていうの忘れがちっていうかさ。そう、忘れがち。だからそれこそ、だから動画見ながら Twitter して、うん、で、ちょっとこう、なんかいろいろ調べ物とかしてたら、そんだけで1、2時間だったら結構ギガ食ってますね。いや、ほんとそんな感じだったよ。だからその俺、8時間の待ってる間だけでそれぐらい食ってたから。うんうん、いやー、ほんとにバタバタでしたね。久々になんか頭抱えたな、もうどうしようみたいな、マジで。仕事なんでどうしようみたいな。うん、そう。僕も。しかもなんか、よりによって、お前今日、ポッドキャスト収録日じゃんみたいな。ああ、そうですね。もうこれ、ね、ネタつながってなかったら何もできないですから。いや、そうです。ね、そもそも繋がんねえから、うん、そうだからね、その8時間後に復旧しますって言われて、いやでもこれでも前後したら収録時間めちゃくちゃ遅くなっちゃうしなみたいになって1日ずらしたんだけど、うん、だから、そういうのとかもあってね、なんかめちゃくちゃバタバタだったんだから、まあ、っていうかあれか、でも動画編集アドビとか、うん、ああいうのもネット繋がってないと今できないんでしたっけ。ね、一応そのバージョンアップみたいなものをしなければ使えるんだけど、まあ、クリエイティブクラウドみたいなのがすごい発達してるから、うん、できないやつもありますよね。その編集中の動画をそこに上げてたりするんだよ。はい。いわゆるクラウド上に。で、うん、それでみんなで見たりしてるんだけど、あ、そっか、そういうのができない。そこが見れないっていうね。なるほどね。そっかそっか。そう、だから、よくあるのよ、複数で作業してると、いわゆるそこに上げとくのよ。で、うん、お互いが落としていって引っ張って編集するみたいなのがあるんだけど、うん、編集状況が見れなくなるから、うん、でそこで今持ってるのは前のバージョンみたいになっちゃうから、手元にあるのが、はい、だからそこで勝手にいじれなくなっちゃって結構大変だと思う、多分そのことを考えてやるとね、多分。まあそうですよね。そういうのでね、いやーバタバタでして。だからもうあれですね、もうこれからなんかもうなんかその市民税払うみたいな感じで。いやだから本当にネットもなんかそういやだからあれじゃん、それこそよく話してるけどさ、生活保護をさもらってるやつを叩くやつがさ、うん、たまに言うじゃん、あいつら携帯持ってんじゃねえかよみたいな、スマホ持ってんだから全然金持ってんだろみたいなさ、うん、いやいや携帯ないってそもそももう今存在できないのよみたいなさ、まあそうだし、まあそれこそそのあの仕事を見つけようと思って人生やり直そうと思ってる時にスマホが必要なんだから。そうだから、それこそバイトしてたらさ、なんかバイトグループの LINE 入ってシフト確認しますみたいなさ、うん、いやだから俺あれ結構さ、バイト先良くないなと思って LINE でシフト送りますとか言っているじゃん、うん、いやそれ LINE やってなかったらどうすんのみたいな話だからさ。まあそうなんですよね、 LINE が当たり前みたいになってるけど。いや当たり前みたいになってるけど、それ当たり前じゃないかんねみたいな思ったりするわけよ、うん、実はそれ開かれてなくないみたいな。まあそれこそあの外国の人のアルバイトの人なんかLINE とかやってない人多いですからね、日本に来るまで。そうだから結局そういうなんかさ、やっぱそのプラットフォームの縛りってものがやっぱそもそもやっぱネットあるから、うん、で逆に言うと LINE やりたくないからやってないみたいな人全然俺知り合いでいるからさ、うん、めんどくさいよ、毎回あのショートメール使って連絡する人がいるからね。ああまあありますね、確かにね。しかもあんまり見ないと通知気づかなかったりするんですよね。いや、そう。てか、そういう人に限って全然チェックしねえからさ。Gmail でとかはして、たまになんか。あるある。先輩の人とかいるけど。今時なんならもうメール使わないからね。大体メッセンジャーとかでチャットしながらディレクションしたりするからさ。うん、そう。そうですね。LINE だとなんか、パパって見やすいけど、メールとかだと、いや、いろんなメール来るじゃないですか。そう。関係ないメールとか、そのメルマガみたいなやつが来るから。そう見つけられないっていう、そもそも。しかもさ、なんか、ここだけ変えてみたいなさ、一言のやり取りをさ、うん、一回一回シュインって言ってメール送んないじゃん。うん。まあでも、ガラケー時代は送ってましたよね、僕らも。だからさ、考えたらあの頃めっちゃ大変だったなと思ってさ、うん、なんかレコーディングしてからさ、うん、このなんだ、粗編集して帰ってくるまで何撮れてるか全く分かんないみたいなさ。ああ、まあそうです、その全く分かんない状態で帰ってきて、え、こんなの撮れてたのみたいな、結構あったじゃん。うん。なんか思ってた音と違うみたいな、はいはいはい、でこれが今イコライザーかかってんのかコンプかかってんのかも確認しなきゃいけないみたいな、
私も確認するにも音質悪かったし、その携帯から。そもそも MP3 で送れてきたじゃん。うん。ちいち WAV 送れないから、あの昔とかって。そうそうそう、確かに確かに。いや、だから大変だったよね、そう考えると。だからあれじゃん、俺、あれだって覚えてるよ。毎回、あの、エンジニアの人の家に集合とかしてて。ああ、その場で聞いてね。ああ。そう、毎週何曜日の何時にその人の家集合ね、みたいな。まあ、そうですね、だから今、こう、ズームで打ち合わせて、ね、リテイクとかできないから。いやだからこの前もだからそのなんだあの最近さあの若い子のミュージックビデオの、うん、まあ監督撮影編集みたいなのやってたんだけど、うんうん、それのディレクションももうなんか最初にめんどくさいから、うん、あの家で LINE でグループ通話にして、はいはい、であのもうギガファイル便とかでパッパかパッパか送りながら見てもらうみたいな、うんうん、でやってたからまあ逆にこれでできるの便利だなと思ったけど、いやそうですよね、だってそもそもだって予定合わせて集まってとか言うとなかなかね。そう、しかもやっぱさ、うん、そのなんだろうな、レコーディングとか音楽とか映像なんでもそうなんだけどさ、一回送って大事じゃん。うん、うん、まあそうですね。で逆にさ、そのさっき言った集まる2時間の後で全部決めなきゃいけないとかってやっぱむずいわけよ。うん。でまあとにかくまあさっき言った若い子だったから、うん、なんだろうな、これがやりたいみたいなもうぶっちゃけ不正確なけど。うん。だからなんか後になってからやっぱこういうのがいいですみたいなのもあるから。まあ、なんとなくざっくりねやりたいことあるけどうまくねこう具体例が出せないっていうかね、そう言葉にできないとかも全然あるから、うん、ありますもんね、そういうのでさ、なんとなくそのなんだろうな、まああれじゃん、俺たちはその2時間の中で決めなきゃいけなかったじゃん、レコーディングでもそうだけど、まあそうですね、そうだけどなんかまあ別にそこね急いでもなって思うから俺は、うん、別になんかその考える時間欲しいなら考えればいいしみたいな、事務所決めなくてもいいよっていうさ、まあ俺なんともいいけど、うん、あのなんだろう、できるだけパハラにならないようにみたいな、うん、あのなんだろう、ネットフリックスでよく有名なのリスペクト講習って知ってる？うん、おこれどうです？あのネットフリックスのいわゆる海外のネットフリックスでドラマとか撮るときに、うん、キャストとかスタッフ全員呼ばれて、例えば日本の日本人で、うん、リスペクト講習っていうのを受けさせられるんで全員。へえ。結構俺有名でなんかいろんな人のインタビューが出てくるんだけど、うん、例えばなんか飲み会にあなたが誘いますと、このスタッフ A をね、うん、誘ったときに断られましたと。うん、でこの時にあれスタッフの B 君は来てくれたのになみたいな、 A 君は来てくれないんだみたいなことを言うのはダメですよみたいな講習があるらしいね。ああ、そういうことそういうこと、要はこれはパワハラになっちゃいますよみたいな、うん、っていうのがやっぱ今講習であるらしくて、あ、もうそれも全会社にやったほうがいいですよ、てかもう全おじさんは受けたほうがいいと思うんだけど、うん、だって本当にもう、なんか、いまだにリアル半沢直樹みたいな、ああいう、いるじゃないですか、その中に。サラリーマン金太郎の世界みたいな。みたいな、そうそうそう。いや、普通にダメだろ、それみたいな、全然あるからね。そう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 。ね、課長島工作的なさ。なんか、その、なんか、ノミニケーションだから絶対来いみたいなさ。来いとか、そう、いや、お前なんかこの成績悪くて、お前、給料泥棒かみたいな、とか、なんかさ。そう、なんか、そういうなんかね、講習があるらしくて。うん。いやそれめちゃくちゃ受けた方がいいなと最近思ったんだけど。もう確かに。まあなんか多分そう。僕らもやっちゃうかもしれないからね。そうだからね、よく言うんだけどさ、俺ら年取るじゃん。うん。でずっと若手な気持ちじゃん。はっきり言って別に俺ら偉くもなってないからさ。そう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 、そうなんですよね。だけど年齢は上がってるわけよ。うん、そうそうそう。だから現場の中のポジションは勝手に上がってるみたいなさ。うん。そのなんだろう、その。階級じゃないよ、課長とか部長になったわけじゃないけど、うん、同じ平社員っていう中だと上扱いみたいなさ。まあそうそうそう、そうね、確かに確かに。だからなんだろうな、まあよく最近言うんだけど、いわゆるそのなんだろうな、言い方悪いけど弱者ムーブみたいな、いわゆるその、うん、いわゆるさ、ルサンチ万太郎みたいなさ、うん、お前ら全員死ねみたいな、この世の中全員ぶっ壊れちまいみたいなメンタリティでいると、うん、結果的にそれがもうパワハラになっちゃうんだよ。うん、お前らなんでこんなことできねえんだよっていうのがさ、下から上に行くのは分かるじゃん。そう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 、いわゆるそのシステムが良くないから、うん、もっとこうしてくださいよっていうのは普通に分かるじゃん、いわゆるレボリューション的な動きじゃん、うん、いわゆる革命的なさ、うん、はいはい、いわゆる下のやつが上に行くっていうのは分かりやすい流れなんだけど、うん、これはさ俺たち聞いてたらちょっと上になってんだよね。そうなんですね、だからもう その段階でそもそもねちょっとこう年上年下で、そう、まあ、まあまあまあ前後5歳ぐらいだったらそんな大したことないけど、10歳とか違うと だいぶもう恐縮しちゃいますもんね、下の方はね。そうだよ、だってそれこそ今やってる子たちなんて本当に俺はアイドル好きだからあれだけど、うん、自分の推しメンと同い年とかだったりするからさ、うん、ああまあそうかそうか、確かにいいな、 15? みたいな15歳違うのみたいなまあそうかそうか、そうってなるとさ、もうあれじゃん、もうリスペクト講習を100回ぐらい受けないと怖いなみたいなさ。いやだからそうですよ、だから本当だから、まあ、今パワハラしてる人もそうかもしれないけど、やっぱ悪気なくてもね、
そう、まあだからね、差別の話もしたけど、やっぱ無知は罪ですから。そう、だから、いや、僕とアースさんの関係性ぐらいの感じの、うん、あ、それあんま良くないよとか、こそがいいよっていうぐらいのノリでも、そう、やっぱ年齢が違うとパワハラになっちゃうとかね。そう、いわゆる感じ方が大事だから。そうそう。いわゆる相手にどう伝えるかを俺たちが工夫しなきゃいけない時代になってるから、うん。分かんないやつが悪いんだっていうのはさ、若手の頃あるじゃん。うん。こんなの分かんない大人が悪いんだみたいな言い方できる。あ、そう。いや、俺たちより子供なんだよ、今ね。そうなんです。それやっちゃったら完全にもうアウトなのよ、みたいなのをやっぱ改めて思ったから。うん。なんかね、あの、あ、ちゃんと大人にならなきゃいけないんだなっていうのをね、36ぐらいになって感じるっていうね。そうですね。いやね、音楽業界あれじゃん、あの若い子急に入ってくるけど、意外とさ、いつまでも自分は若手だったりするじゃん。うん、てかまあそう、まあ、そういう人多いですよね、でもね。やっぱ芸人さんでもそうだけど、いつまでも若手だったりするから、ね、うん、そうそうそう。でいつまでも気持ち若いですもんね。そう。で、いざさ、若いやつ入ってきたら、その同じ感じで付き合ったらやっぱダメなわけ。うん。っていうのをね、改めて感じましたね、そこはね。いや、確かに僕も気をつけないとな。いやー、本当にね、うん、なんかね、言い方優しかったって感じ悪かったらダメなんだな、みたいな。そう。もちろんね、パワハラしてやろうとか、いじめ抜いて、根性が全てだとは思ってないけど。そうだ、そんなね、あの、なんつうの、いわゆる生き残ったやつがすごいだけじゃん。そう、そういうふうに思う。まあ、僕はあの例えて言うとさ、うさぎ飛びやれちゃったやつはすげえけど、みたいな。そうだ、生存者バイアスみたいなね。そう。いわゆる、それってさ、弱肉強食だからさ。そう。だからそこまでいかなくても、でも、もうそもそもパワー関係が違うんだっていうことをね。そう、関係性がそもそも違うっていうのはね、結構ね、まあこれはね、芸能関係、音楽関係なんでもそうだけど、いわゆるその、序列がさ、はっきりしないじゃん、俺たちって。うん、いわゆる売れてる売れてないもあるし、なんだ、あるけど、逆に言うとさ、会社でいう課長部長みたいなランクもないから、うん、分かりやすくチーフとかアシスタントとかはあるけど、うん、そのアシスタントの中で十何人いたりするわけじゃん。もちろん特に僕らのフリーランスだから外注される側だから関係なかったりしますもんね。いわゆる行ったら自分がどこのポジションか分かんなかったりするじゃん。うん、全然分かんない。この人は俺上司みたいなさ。だから会社クライアントとした時は誰よりも下だけど。いや、そう。仕事受けてる側の人は別にそこは関係なかったりとか、ね。そう、現場に行くと、俺はちなみにじゃあ今どこの扱いですかみたいな。うん、なんかありますもんね、そういうのもね。俺は誰に指示して誰には指示しちゃいけないですかみたいな。はい。そういうのがやっぱね、真っ先にあるからね、そこら辺を考えてね、まあちょっと興味深かったね、そこはね。なかなか自分より15個も若い子と仕事はしないからさ。うん、そう。やっぱね、どうしても自分たちの近い関係の人たちとやることが多いから、こういうの。うん、はい。そういうのが。そういうの経験しないとね、いわゆるアップデートですか、ああいうのもできないですよ。いや、本当に新鮮でしたよ、だから。おじさん新鮮でした、だから。いや、今の子たちは何、インスタの DM でやるとするんだ、みたいなさ。ああ、そう。いや、だからやっぱこう、もうちょっといろんな世代が関わるのが普通になってくる方がいいですよね、なんかね。まあね。社会的にもね。いや、そう思うよ。だからそこがね、なんだろう、意外とフラットでさ、うん、もう垣根ないんだって言いながらどうしてもそこ別れちゃいがちだから。そう、だから音楽とか、やってさ、そこは一番崩しやすいんだろうけど、なかなかどうしても同世代にね、集まりがちというか。まあだからね、やっぱそのね、スーカーの方が楽じゃん。まあ、本当に。だからね、俺たちの世界だと、一般からするとハイコンタクト、コンテクストのさ、うん、なんだろうさ、いわゆる専門用語ばっか使って喋ってるから、まあ、確かに。そう、分かってない人はもうめんどくせえなってなりがちなんだけど。うん、いや、久々になんか一から説明したなとか思うもんね。うん、まあここがこうなっててこういう風になってるからこう感じると思うけどみたいな。うん、いや、あるんだよね。だからその映像編集しててもさ、うん、ここ変えてくれって言うんだけど、今ちょっと前後見てもらっていいみたいな、うん。前後確認してこの流れだったらこっちの方がいいんだよみたいな説明みたいなさ。そうですね。そういうのもやっぱりね、初めてやる人はそういうの分かんないから。本当初めてだとね、だから説明で、あ、ここはもし気になるとかあったらパンチインするからって言ったら、パンチインって何ですかみたいなとこから。だったりしますもんね。いや、カウントが4回なったら録音始まるからねみたいな。いや、本当そんな感じよ。うん。いや、なんかね、新鮮だったね。いや、面白いですね。うん。あと一応なんか告知的なものがちょっとオープニングであって。うん、はいはい。俺が着てる、これ映像見てる YouTube の人だけわかるんだけど、うん、実は新しい T シャツを作って、うん、今度出るので、一応それのちょっと告知というかね、それをちょっと見てもらう時間。うん、色は黒と白と。黒と白で、胸ワンポイントですね、今回ね。ただそれの ロンT版がある感じかな。それのロンT版があって、まあ後ろはこういうちょっとでかい。うん。なってまして、まあこれのロンT版だと袖にこれのデザインが入りますよみたいなね、うん、感じになってます。かっこいい書体というか。一応ブラックレターってやつですね。うん。いわゆるなんだろうな、LA のギャングとかでよく使われてね。うん、はいはい。で、実は古典的な文字なんですけどね。う
英語で言うとね、うん、いわゆるその中世とかの手紙とかで使われるような、はいはい、黒バージョンで、これ、袖ね、デザインが、デザインはこんな感じ。おっていうね、うん、あのこれ、ポッドキャストで聞いてる人には一切わからないっていう。確かに。目で見るラジオって今時のことをしてますけど、ね。分かってて言語化するのも無理です。これね、だからその昔の使ってる文字でみたいな、使った字でって伝わって浮かんでくれたらめっちゃいいんだけど、うん、逆に俺はそこまでの能力はまだないので。まあ、なかなかね。はい。じゃあそんな感じで今週もニュースに行きましょうかね。行きましょう。はい。はい、行きます。グレタ・バンフリートのジョシュ・キスカ。LGBTQ プラスのコミュニティの一員であることを公表と。はいはいはい。グレタ・バンフリートのジョシュ・キスカは自身が LGBTQ プラスのコミュニティの一員であることを公表していると。うん、これはインスタグラムで過去8年間にわたって同性のパートナーと恋愛関係にありますと述べていて、うん、まあ、近い人間はしていたみたいですね。ああまあね、だからフランク・オーシャンの時と似た感じかなっていうね。うん。うん、まあ、だからこれまたちょっとあるのが、これテネシー州の。はいはいはい。またまあ法律がちょっとまず反 LGBT 的な。ああ、だからあれだよね。受けて発表してるってことです。いわゆるゲイという魔法みたいなが今あって、うん、あのゲイって言葉を使っちゃいけないみたいな州法ができ始めちゃってるんだよね、今ね。一部でね。あとまあだから結局これはさ、あの同性愛もそうだし、トランスジェンダーにともそうだしっていう感じで、うん、まあさっき言った LGBTQ フレンドリーじゃない法案とかが結構通り始めちゃってて。だからなんだっけな、パラモアのヘイリーが最近 T シャツでさ、うん、ゲイ、イエス、コンテクスト、ノーって書いてあって、うん、ゲイとは言う、契約はダメだ っ, つって、うん、っていうのをちゃんと T シャツ着てアピールしてたりしてたけど、いいですね、あとね、このグレタ・バンフィートみたいなさ、バンドがいる界隈ってさ、うん、どうしてもやっぱ男性社会だから、まあ、ハードロックだったりメタルっぽい感じとかね、うん、っていうのでやっぱなかなか厳しいっていうかね、なかなかそれを批判する人も結構いて、もう心底それは俺はうんざりするんだけど、まあ、言い出しにくいとかもありますよね。そうそうそう、だから結局ね、ああでもね、これねちょっといい話があって、うん、あのジューダス・プリストのさ、ロブ・ハルフォード先生いるじゃん、大先生。はい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 、あいつはまあもう分かりやすくゲイカミングアウトなんだけど、うん、まあ、この人だってかなり時間かかったわけよ、カミングアウトするまでやっぱり。まあまあそうですよね、うん、それでね、あのこのキスカのメールを送ったんだと、うん、あのサポートするよと、はいはい、っていうロブ・ハルフォードがねメッセージを送ったっていうのもニュースになってて、これは本当に、まあ、勇気づけられますし、いいですね、うん、いやだからこういうね、やっぱ先人たちが切り開いてきた道なんですよ、こういうのはね、うん、最初はもう完全に奇人変人扱いされてて、うん、ね、なんならいわゆるさ、いわゆるキリスト教圏だったりすると本当に悪魔だみたいに言われてたわけよ、同性愛、まあ、まあまあそうですね、そういう人たちに、まあ、こういう人たちがいわゆるそのね、あのメッセージを出し続けて、うん、自分がある意味カミングアウトすることでちょっとずつ進んでいくみたいなさ、うん、ことなんだよなっていうので、逆にこのロブ・ハルフォードがキスカにメッセージを送るっていうのは、うん、いやめちゃくちゃ歴史として素晴らしいことだし、うん、いややっぱ先人は偉大ですよねっていうね。でもまだこういうのもあってもまだこう法律自体がまだ追いついてないというか。まあだからアメリカに関してはね、やっぱ州ごとの法律が結構違くて、前も話したそのフロリダ州はね本当にひどいことになってて、あのデサンティスっていう、まあなんだろうな、今でいうミニトランプみたいな呼ばれ方をしてて、次あの多分大統領選挙にも出てくるんじゃないかなって言われてるんだけど、共和党側から、はいはい、この人がね結構やっぱすげえんだよ、さっき言ったゲイという魔法とかもそうだし、あとディズニーがあるんだけど、フロリダディズニーワールドがあるんだけど、うん、そことも今めちゃくちゃがバチバチやってて、これディズニーはだってね、そういうの多様性を広げていこうみたいな、レインボーフラッグみたいなのも出すなみたいな、っていうのを今デサンティス側がやってて、いわゆるフロリダってね、アメリカで一番その税金が緩いとこなのよ、うん、まあだからはっきり言って、なんだろう、リバタリアン大好きな国にお金を払いたくないっていう、あのアメリカ独特の思想があってさ、税金払いたくねえみたいな、まあ、そんかり自分の責任で全部やるよみたいな、っていうのが強いところだからディズニーも来てるんだけど、うん、いわゆるディズニーからもっと取るぞみたいな、ほうほうほう、もっと課税するぞみたいな脅しを仕掛けてきて、うん、あのディズニーがそれをすかすみたいなこともやってたりとか、結構バチバチでやり合ってるところなんだよね、フロリダとかは本当に。だからアメリカはね、もうみんなだからね、先進国だと思ってるけど、そうじゃない州も結構あってさっていう、うん。っていうところもあるしね、だから本当に最近だと、あの LGBT 理解増進法案
まあ日本ですかね。日本でね、うん、あの採決されたけどさ、あれだってよく読んだらさ、うん、ねえ、あの前も話したかもしれないけど、不当な差別はダメみたいな。うん、なんかね、そうそうそう。あの、不当じゃない差別だったらいいんすかって。てか不当じゃない差別って何もよくわかんないけど。で、あれなんですよね、その理解増進法にさ、なんかその、うん、有識者を呼んでスピーチさせてるんだけど、うん、そこの人自体が実は問題がある人だったりするのね。うん、完全に、これ名前は間違いそうだから言わない方がいいかな。まあ女性の作家を呼んでるんだけど、うん、まあ一応その人自身はさ、うん、自分はレズビアンでみたいな、当事者でみたいな言ってるんだけど、うん、言ってることが明らかにトランスヘイトなのね。ああ。まあだから最近俺はそういう人に対して、あのお風呂とトイレの話しかしない人って言ってるんだけど。まあまあね、はい、よく聞くじゃんあの話。まあてかそこは議論に上がりがちですよね。そう、でもそこはさ、何度も言うように、そもそもそういうところに入ってくるやつは男だし、うん、あのヘテロセクシャルじゃんみたいな、うん、ね、女性にそういうことやって興奮するわけだからさ、まあまあまあ、そうですねっていうことなわけよ、うん、でもそういう人をさ国会に呼んで話させちゃってるわけよ、要は、うん、ってことはさ、そもそも分かってないけど、あ、この人はレズビアンだけどトランスヘイターなんだなってことだから、まあ、だからそうですね、だから今さっきニュースで読んだけど、LGBTQ プラスってさっきまとめちゃってるけど、まあ、全然違うわけですよね。その場で立場が違うわけですよ。うん、厳密にはね。だから、なんだろう、あの、なんだ、ツイッターとかで流れてるの、カマタクっていうさ、あの、オカマの、あ、はいはい、まあ、いわゆるそのゲイだよね、うん。いわゆるシスジェンダーでゲイの人。シスジェンダーでゲイ。いわゆる性は一致してて、自分は男だっていうのは自認しててゲイの人たち。うん。うん、の中でよく出るのは、私たちは差別されてないと、うんうん、だからこんな法案いらないんだみたいな言い方をする人が結構多いわけです。あ、これはだからはっきり言うとマツコも言うし、なんだ、うん、ミッツマングローブとかも似たようなこと言ってんだけど、うん、これははっきり言って自慢話してるのと変わんないんだよ。ほうほうほう。要は私たちは強いからいじめられなかったよみたいな話なんだよ、うん、ああ、まあまあまあね、うん、で いじめられてる人もいるじゃんってことなんだよ。うん、だから何度も言うように、俺が言ってるのはリベラルっていうのは席を増やすことなわけね、うん、座れる席を、はいはい、でも私はもう座れてっからさみたいな、うん、そんなもんいらないよみたいなことを言ってるのと一緒なわけよ、実はそのだから、そう、確かに、マツコとか、さっきのタレントの人たちはもしかしたらその自分の居場所みたいなポジションを勝ち取ったのかもしれないけど、そもそも勝ち取らなくてもいいのがいいわけですかね、一番。まあだからさ、これは女性の国会議員の問題とかも全部そうで、うん、なんだろうな、その女性の国会議員に対してさ、なんか髪が短くてガミガミ言うおばさんたちみたいな言説をする人がいるじゃん。ほぼ蓮舫さんみたいな例えばそういうことイメージってあるじゃん、うん、まあまあまあ、なんとなくありますよね。でもそれってさ、なんでかっていうと少ないからなんだよ。うん、要は男99人の中に1人入れなきゃいけないってなったら、うん、これは発言力が強くて自我が、なんだろうな、我が強いみたいな、うん、とにかくガンガン攻めるみたいな人を入れるしかないじゃん、一人だったら。いや、まあまあ、そうそう、ね、だってのんびりしてる人を入れちゃったらそこで男に潰されちゃうんだから。いや、だから国会で寝てるようなおっさんたちみたいなポジションだったらもうないなわけですもんね。入れないわけ、うん、でさ、女が寝てるって言ったらめちゃ叩くわけよ、それで、うん、ね、ってなるわけよ。ってことはさ、一人目っていうのはどうしても強烈なカリスマだったりとか、うん、リーダー性を持ってる人が入りやすいわけ。うん、でそっから開いてって人数が増えていく。だからさ、よく言うそのなんで 50% にしなきゃいけないのかって、そういうことで、うん、緩い人も入れなきゃいけないわけよ。そうだから絶対数を増やすってやつですね。そうっていうの とかまさにそうで、だからさっき言った理解増進法がなんで意味ないかっていうと、うん、お前たちの都合で決めちゃってるじゃんってことなの、さっき言った、うん、当事者じゃない人たち、はいはいはい、でなおかつ決めてるやつの中に統一教会のやつがいたりするわけよ。統一教会と関わってる議員がいたりするわけよ、決めるやつの中に。うん、で統一教会っていうのは何回も言うけど、キリスト教右派的な発想だから、同性愛とかもう禁止してたりするわけよ。もう認めてないですもんね。だから、ちなみになんで同性婚がこんなに通らないかって言ったら、そういうやつらが中にいるからですよ、やっぱり。うん、ってことなわけで、聞くことはさ、この法は意味なくないなんで、当事者からすりゃ。未だに日本の昔ながらの家庭とか言ってますからね。そう、いわゆる伝統的な家庭的な価値観みたいな話してるじゃん。が一番理想みたいな。ねえ、そんなことやってっからジェンダーギャップが125位なんだよ、バカみたいな。いやいや、そうそうそう。ねえ、また下がってるってどういうことっていう、2023年ですよ、令和3年だよみたいなさ、うん、もう4年ですけどみたいなさ、ね、ってことになってるわけだから、だから本当にね、こうやってその LGBTQ のサポートできる、で、そして俺たちはやっぱ当事者じゃないんだよね。うん、そうそう。だからこれが非常に難しいのは、俺たちがさ、
その理解してない人に対してちょっと変われよみたいな、うん、まだそれじゃダメだっていうのも大事なんだけど、うん、やっぱり当事者には当事者が言うしかないっていうのはやっぱあると思ってて、そうだからやっぱ完全に理解の方難しいですもんね。そういわゆる俺たちは寄り添うことしかできない。そうそう、だから声を聞くって、あ、そう、そういうのがあるんだって知ることが限界というか、やっぱ分かる分かる、そういうことあるよねとは言えないじゃないですか僕らは。そう、要はあるあるには俺たちできないから。そう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 、気持ちはどうしてもね。そうだからね、やっぱりね、こうなんだろうな、こう辛抱強く話を聞くことと、やっぱ理解しようとする、理解しようっていう心が大事だから。うん、でも逆に言うとさ、やっぱカミングアウトなんだよね。カミングアウトすることによって矢面に立たされるわけじゃん。うん、今回のバーンフィードの人もそうだけど、あいつゲイなんだってなるわけ、まあね、ってなるのも結局何のためかっていうと、言えない人たちだよね。うん、言えない人たちが、ああ俺たちいていいんだって思えることが大事だから。いや、そう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 、それはだから前も話したアメコミでさ、スパイダーマンが黒人だったりとか、うんうん、でスーパーマンが女性である意味っていうのはまさにそういうところで、うん、でいわゆるその自分の属性のさ、おもちゃが売ってないわけですよ。そうだから、おもちゃ屋に言ったら、それこそ僕らがその気持ち分かんない一番のあれが、そのなんか社会の一員じゃね、その一員自分が投影できるものない辛さって多分結構すごいんでしょうね。そうだからやっぱりね、前も話したけど、そのエブリシングエビューやオールワットワンスとか、なんでアメリカのあのアジア人に受けてるかっていうと、うん、いわゆるアジア系アメリカ人っていうものをレペゼンしてるからなんだよね。うん、だから逆に言うと、アジア圏でアジア人しかいないような世界に住んでる人たちにはいまいち共感できないって、まさにそういうことだから。はいはい、そういうね部分もあったりとかしてね、やっぱりもう考えてね、まあちょっとずつでいいから進めるしかないんだけど、うん、こうやって日本は明らかに下がってるから。だから僕思うのが、これをだからそのなんかそのまだ理解が進んでなくて、うん、反 LGBT 政治家自体がね、はいはいはい、こういう法案出しちゃってるとかってまだ未来があるけど、うん、票が稼げるからこっちの方で行こうとか思ってたらもう地獄ですよね。いやだからこの LGBT 法案がなんで出たかっていうとさ、分かりやすくこれアメリカに圧力かけられたからなのよ。うん、ここをたどるとね、はいはい、いわゆる G7 でいてさ、うん、ね、もうだから前も言いましたよ、この国先進国じゃなくないって言っただけ。うん、だって要は LGBTQ フレンドリーなのが今先進国とされてるから。まあまあまあ、そうですよね、世界的にはそうです。そうってなってるわけじゃん。うん、ってことはさ、もう俺たち先進国じゃないよねって状況になってるから、うん、アメリカさんからさ、いやダメだよそれじゃっつって、うん、お前らちゃんとそういうのやらなきゃいけないよってせっつかれてなってるわけよ、言うたら。うん、っていうさこともあるのに、やっぱりそこをさ理解しないままやっちゃってるから、うん、やっぱね、なかなか厳しいものがあるなと思うんですよね、そこはね。だってまあこれ前もの話かもしれないけど、うん、まあ、その LGBTQ の人を何か認めるとか、うん、私たちが不利益ないような法律を作ることによって、なんか別にすごいマイナスって言い方あれだけど、なんかいわゆる僕らに不利益あることあんまないじゃないですか。いやだから毎度言ってますけど、選択肢っていうのは多い方がいいわけで、選べるっていうのが重要なきゃ。てか、そもそもだから自分がそうじゃなくても、じゃあ自分がまあ、ね、将来子供生まれたりとか分かんないけどね、友達の子供でもいいですよ、うん、そうしたらね、そういう当事者になる人もあるわけじゃないですか。絶対あった方がいいですもんね、自分が今関係なくてもね。いやそうだから基本的にさ、俺たちのための法案じゃないってことなんだよ。うん、俺たちは入れてるから、うん、入れてない人がいるから入れようっていう話をしてるわけだから、うんうん、そうだけどその時に俺たちは関係ないじゃなくて、俺たちの枠が広がるんだよっていう意識が大事っていう、うん、っていう。だからその完全に俺たちは関係ないって言っちゃうと、逆に言うとそこはちょっと離れちゃうから気持ちがね。ああそうか、そうはよくないか。そうだからそこはまあ言い方だけど、ね、うん、まあ、そういうことなんでね、ちょっと考えなきゃいけないんじゃないかなと、このニュースを見て改めて思いましたね。そうですね、はい、じゃあ次のニュースに行きましょうかね。行きましょうか。はい、グラミー賞が新ルール、AI だけで作った楽曲は受賞対象外と、うん、アメリカ音楽界で最高の栄誉とされるグラミー賞の主催団体は16日、AI、つまり人工知能で作った楽曲の受賞を対象外とする新たなルールを発表したと。はいはいはい、はい、まあそれはそうかって思うし、うん、まあでも、うん、そうか。まあこれはさ、今 AI が非常に問題になってるね、いろんなとこで問題になってるけど、うん、どうしてもこの過去の蓄積から作るもんじゃん、 AI っていうのはさ、うん、まあそうですね、中古値というかね、うん、でまあ今問題になってるのはニュース、日本だとあのプレイボーイがさ、はいはい、AI でグラビア作るみたいにやってたじゃん、うん、でなんか名前忘れたけど、それをなんか表紙に載せたらさ、うん、似てる子がいると。ああはいはい。でその子は
グラビアを嫌で辞めた子だみたいな。あ、その子に似ちゃってると、っていうのが問題だってなって今発売中止になったりしてんだけど、うん、でやっぱさっき言ったみたいな、いわゆる0から1を作ってんじゃなくて、うん、やっぱ AI っていうのは基本的に1を100にする機械だから。まあそうですね、はっきり言っちゃうとね、いわゆるその、うん、さっき言ったグラビアのやつもさ、結局いろんなデータをわーって入れて、うん、その中で作るからやっぱ誰かには似るわけ。まあ確かに確かに。でさ、グラビアってさ、要は、うん、やりたくない子もいるじゃん。いやそうですね、要はさ最近多いんだよ、なんか乃木坂の子とかのさ顔を選んで、ね、なんか水着着せたりとかメイド服着せたりする写真とかが上がってたりするんだけど、うん、これはっきり言うけどアイコラだからね。ですもんね。要は本人たちが着たくない服着せてあげてるのってさ、めちゃくちゃ人として気分悪くないって話だけど、うん、いわゆる自分たちの意思でこの服を着るって言って着て写真撮ってんじゃなくて、そうですね、はい、自分の顔だけデータとして撮られて勝手な服を着せられてどうってやってんのってさ、うん、バービーの着せ替え人形みたいな話じゃないけど、うん、まあまあ確かに、ね、そこに本人の意思はないわけだから、うん、はっきり言ってアイコラだよ日本で分かりやすく言うと、まあ、まあそうですね、はい、うん、ってなっちゃうから、やっぱ AI の使い方ってめちゃくちゃ気をつけなきゃいけないんだよ、こういうことに関してはやっぱり。確かに。だからまあ本人じゃなくても、まあ、そういう本人の顔を使ってエロいね。あ、だからさっき言った、そう、まさにそういうことなんだ。あ、そうそう、ネットタトゥーじゃないけど。てかまあだからアイコラですよね。芸能人の顔と裸の写真をくっつけるの何が違うの？ことになっちゃうわけですよ。一生残るっていうのがまたね。そう。まあだからね、それを勝手にやられちゃうのはその子が有名だったりするせいでさ、うん、これは有名勢とかじゃないでしょっていうか、単純に人権侵害じゃんってなっちゃうから。いやそうですね、だってその子に権利、その子の顔はその子の肖像権とその子の権利がある。まあそうですね、肖像だからそこもだからグレーですよ。だからそのまんまさっき言ったみたいにアイコラで使ったら明らかにその子の顔だけど、うん、AI だったらどこまでが似てるだけって言われたら、いやでもね、もう見たらわかるよやっぱね似てるんだよ、やっぱ似せちゃってるんだよそこは。うん、なんでかって、やっぱ過去のデータから作るから誰かには似るんだよそれは。そう、こういうタイプの子でとかってやってくと、 それをやっぱそのなんだろうな、水着とかさ、うん、いわゆるちょっとこう人が嫌がったりする場合もあることで使っちゃうと、うん、そういう風になっちゃうよねってことだから。うん、だからやっぱそこはね、めちゃくちゃ気をつけて慎重にやらなきゃいけないよねってことだと思うから。うん、それはもう男性の裸だって同じわけだから。あ、まあそうですね。男女関係ないわけだから、それ、うんうん。それはね、やっぱちょっと気をつけなきゃいけないよなっていうね。だからさっきのじゃあ、グラミー賞の話に戻すと、うん、まあだからそれが要は、まあ、先週も言ったかもしれないけど、このアーティストの声で作るとか、うん、っていうこともできちゃうわけだから、このアーティストが歌ってないけど、まあその声に似た声の AI で歌わせた曲ができちゃうとか。まあだから前も話したけど、そのボーカロイドと同じ扱いにできるかってことでね、うんうん、生身で弦をね、その声っていう楽器として使ってるんだって言い張るけど、うん、でもそれはもはや人格がないと歌わないじゃん、そもそもその人はってことだから。まあそうですよね。っていう、なんだろうな、そのおもちゃとしてはすげえ面白いんだけど、うん、結構そのなんだろうな、さっき言った人権的なうん、もので考えると結構グレーだよねっていうね。うん、ね、そうですね。だからね、グライムスみたいに正式に自分の声使うならこういうルールでっていうのをいちいち作らなきゃいけない。だから、うん、だからまあ僕らもだからね、納得しちゃってるからいいわけで、あれは。そうだからね、なんかそのね、ボカルだってさ、なんかその喘ぎ声みたいなの作って使い流してるやつ。ああまあまあ、そうかそうかね。でもそれだってボカロだって元の声の人がいるからさ、いますからね、っていう風になるから結構グレーでしょそれは。うん、確かにそうか、そう、うん、だからやっぱ AI に関してはそこもあるからね。だから単純にその AI だけで作った曲っていうのが本当に新しい曲なのかみたいな理論であるじゃん、うん、よくだからそのニルバーナの曲を作りましたってなった時に、うん、なんかニルバーナのこの曲とこの曲この曲を集めた曲だなみたいな。まあそうですよね、っていう風になっちゃうけど、それってでも人間の手癖でもあるんじゃないのみたいなことだから。そうね、難しい。だし現にそういう感じで曲作ってる人もたくさんいるじゃないですか。いる。てかそれこそあれじゃん、今知らない、あのリクエストでやってる人が結構いて、うん、この曲をトラビス・スコットで歌わせますとか。あ、はいはい、それをなんか受注してるやつがなんかいて、それが今結構問題になってるのよ。じゃあそのなんかタイプビートのその先みたいなだからそのなんだっけ、スプライズの先じゃないけど、うん、いわゆるその俺に100ドル払ったらトラビス・スコットがこの曲を歌ったやつをあげますよみたいな、みたいな、はいはいはい、っていうのをやってるやつらがいて、それやっぱダメっしょっていう、うん、まあまあそうですね、明確に人の声を利用してやっちゃってるじゃんって、商売しちゃってるじゃんってなるから、うん、そう、商売しちゃう、そうなんですよね。
自分たちでデモで楽しむ場合には制限難しいかもしれないけど、そういわゆるまあ個人で楽しむ分にはいいけど、やっぱさっき言ったネットみたいなものに上げちゃうとさ、もう個人じゃないじゃん、完全に。そうなんですよね。そうっていうのはあるからね、そこが多分これから問題で、さっきも言ったみたいな人がかかってきちゃうから、うん、生身のね、はいはい、ってなるともう一回考え直さなきゃいけないし、まあ、グラミーはそりゃそういうことするよねっていう、だけどグラミーはさ、もともとどうしても保守的なグループだから、うん、それはそういうのをオールオッケーにしないでしょっていう、まあ、ただ難しいと思うのが AI が作曲したってあるじゃないですか、これニュースでもそうだけど、これをどこで判断できるんだっていうかね、難しいですよね、言ったもん勝ちだからね、だから逆に言うとなんか全部ログ出せみたいなさ、そうそうなっちゃいます、だからこれ、ね、AI のマシンだけ使って作曲のアイディアだけ引き出して、あと自分たちで弾き直しちゃえば分からなくてするじゃないですか。いや、そうだし、っていうか、それこそあのね、だから、なんか最終的には全員さ、うん、あのエド・シーランの裁判を一人一人やんなきゃいけない。あ、そうそうそう、みたいなね。今僕はこのコード思いついてここで弾いたから。そう。インスピレーション受けただけです。レコーディングのデータをさ、ドライブレコーディングのようにこう、取っとかなきゃいけない、うん。今から新曲を作りますっていう、なんかそういうね、そういう録音をしながらやんなきゃいけないのかとかね。これはちょっと違うなってやっぱなるから、そう、なかなかまだまだこれからって感じです。これからって感じなんじゃないかな。てか多分それをさ、判別するソフトとか出そうだよね、だから。うん、ああ、まあ確かに確かにありそう。だから結局あの、ハッカーがさ、ホワイトハッカーに変わるのって。うん。だからどうなんだ、これはだから、クリエイティブの幅を広げてるのか狭めてるのかよくわかんないですよね、この技術は。まあ使い方だと思うよ、結局その初音ミクの時もそうだったけど、うん、その使い方、その人の、うん、が一番結局重要になると思うから、そうだからサンプリングのまた新しい形として使うんだったらとてもいいんだけど、なんとなくそこをさ、なんとなくただ真似するだけになっちゃってるから、なっちゃう、そう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 、まあそこら辺はね、技術の進化と人間の考え方を固めていかなきゃいけないっていうさ、うん、で人間の構造は何万年も変わってねえのに、技術だけは何年ごとで進化しちゃってるから、うん、人間の考えがもう追いついてないよなとは思うから、まあそうですよね、うん、まあ逆にね、スピーチライターみたいなのを AI でやっちゃえばいいんじゃないかとか言ってっけど、うん、お前そうやってもう答弁とかでちゃんと答える気ねえからじゃんって話だからっていう話だからさ、うん、そこら辺も考えなきゃいけないんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあそんな感じで今週もやってきたんですけど、まあ本当にね、何度も言うように徐々にしか変わらないので、人間というかね、こういうものはね、でも逆に言うと本当にちょっとずつでも良くなることが大事なので、うん、まあよく言うんだけど、どんどん悪くなるとちょっとマシになるっていうのがね、同じ速度でこう動いていくと、なんか結果的にいい方に変わるんじゃないかなと思うんだけど、うん、今日本見てると見てもどんどん悪くなるか勝ってるから、まあちょっとそう感じますよね、うん、っていうことなんでね、なんかね、法案ができたのにより差別的になるってどういうことやねんみたいな話だから。だってもともとだってね、なんか立憲でしたっけが出したやつを要自民党がいろいろ改変して今になっちゃったんですね。そうで、その中にさっき言った統一教会みたいな非常に宗教派的な人たちが入ってるところでやっちゃうから、うん、それはダメになるでしょっていう、なんかね、一歩進んで二歩下がるじゃないけど、いやでも本当ね、そういうことなんだよね、まあ、法案とかさ、法律も何でもそうだけど、簡単に変えれなくなってんだよ、うんうん、なんでかって簡単に変えるとやばいから。あ、まあまあまあね、それはそうだ。それは今だとそうだよ、その自民党を支持してる人がさ、うん、いるわけじゃん、うん、これが例えば反対の共産党が政権になりますと、うん、粛清できちゃうから一気に変えれる、いわゆるオールインできちゃうね、お互いに。あ、アメリカの声とってまさにそれなわけじゃん、オバマがやってたオバマケアをトランプになった瞬間保護できちゃうんだもん、大統領の権力がね、すごい、ね。っていうのはさ、やっぱ権力の集中だったりとか、システムの構築だったりする、うん、で、トランプがすげえ権力持ってるけど、法律でがんじがらめにしたから、うん、結局あんまり何もできなかった、大したこと。と、うんうん、いうことは、法律はやっぱ簡単に変えちゃいけないんだよ。まあそうですね。だから今、時代に追いついてないから変えた方がいいってすぐ言う人いるけど、うん、いや、変える前にちょっとやることないみたいな。そうか、そこはやっぱ徐々にいいのか。そう、徐々になんです。だから民主主義っていうのはとにかく足が遅いから、イラつくし、うん、だったらもっと強いリーダーがいた方がいいんじゃないかっていうけど、いや、それ結局独裁者になっちゃうからっていう。うん、何の意味に、それは民主主義じゃなくて、なんだろうな、独裁主義だし、権威主義だしっていうさ、俺たちが嫌いな技がいっぱい出てくるわけ。うん、まあ、そうね、来年からその人の一存で帰れちゃったら、それはそれ確かに怖いよ。だってその人がやばいやつだったらどうするみたいな。いや、ほんとそのことですよね。それこそあの陰謀論者だったら、その人がレプティリアンだったらどうするのみたいな。ああ、まあまあ、そう、ね、ってことになっちゃうわけだから。ってことは、うん、表裏一体なんですよ、それ自体は。うん、いわゆる裏返したときに、だからやっぱ怖いよね。こんなもんなくせばいいって言って人が偉くなっちゃうのやっぱ怖いから。だからさっき言ったみたいな、自民党の人を死ねって言わないよ、俺は。
だって、ひっくり返った時俺たち死ねって言われるんだもんって。ああ、まあそうですね。っていうのはさ、思想の違いもあれど、やっぱそこ話さなきゃいけないから。そこがだからまだ日本はいいとこなのか。アメリカみたいにほら、なんかこう銃持ってる理由が権力者をいつでも撃てるようにみたいな感じじゃないですか。あれはでも、この後話取れるけど、な、うん、でかっていうと、アメリカっていう国の成り立ちが、ああ、そうかそうか。暴力革命でできた国だから。なるほど。なんでかっていうと、イギリスに支配されてたのをやり返したからな。うん、うん、あ、そうかそうか。ってことは武器がないと倒せないじゃん。だから逆に言うと、気に食わなかったらお前らの自力で倒していいよって国なんだよ。うん、だから逆に言うと、めちゃくちゃ危ないバランスで立ってる国なんだよ。うん、まあそうか。だけど、さっき言ったみたいな、右行ったり左行ったりがするわけ。引き戻しがだから。うん、だから逆に言うと、良くなろうとしてる人。うん。と、このままがいいって人が毎回喧嘩してるわけよ、アメリカってずっと。そうかそうか。っていう国だから、それはまあちょっと歴史の成り立ちだよね。日本がさ、そういう国じゃないってのもあるから。うん、まあ確かに。っていう話なんでね、まあそういうとこも話したらいいんじゃないかなと思います。うん、はい、じゃあそんな感じで今週もありがとうございました。また来週です。さようなら。さようなら。